OVA アズールレーンクイーンズオーダーズの劇版のバイオリンをご担当いただきました小林修子さんです。よろしくお願いします。改めてご自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、この度バイオリンセカンドバイオリンを担当させていただきました、小林修子と申します。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。私すごく音楽に関して無知で恥ずかしい質問なんですけど、セカンドバイオリンっていうのは どういったものになるんでしょうか。今回弦楽器が4種類なんですけれども、バイオリン2人とビオラとチェロって言って、高い音から順番に4人いるんですけれども、そのうちの上から2番目の音域を聞いております。これ増えれば増えるほど音楽的に何か変わるっていうとあれなんですけど、やっぱり人数が多い方が深みが出るというか、一人よりも大勢の方が厚み、音の厚みが出るかなって。確かに、だって最初からインタビューに来させていただいてるんですけど、だんだん音が増えていって、ピアノだけだったのがこうチェロが入ってビオラが入ってバイオリンが入ってってなると、なんか最初の印象とまた音楽が全然変わってくるなっていうふうに思って、これ本編でどういうところで流れるんだろうってすごく楽しみながらなんか聞いてたんですけど、やっぱりそういう弾いていてなんかストーリーが想像される部分とかありますか。そうですね、やっぱ結構可愛らしい、跳ねたりとか、そういうところが多いなって思ったんですけど、すごい可愛らしい作品なのかなみたいな風にこうワクワクするような聞いてて。そうですね、可愛らしい作品です。もう涙あり感動あり、もう全米が泣くような私も楽しみだなって思ってます。私も本当に本編で流れるのが楽しみなんですけど、小林さん普段アニメとかゲームとかやったり見たりすることありますか。恥ずかしながらゲームとか全然詳しくないんですけど、ディズニーが大好きで。あ、そうなんですね。そう、よくつむつむはしてました。じゃあ全然私ディズニー大好きなので。本当ですか。今度ご一緒に。あ、ご一緒に。ご一緒にディズニーに。はい、やった。よし、これ消さないでくださいね。これ証拠残しましたから。なんていうんですか、音楽をたしなまれている方って雲の上のようなイメージがあったので、共通点があると個人的になんかこうわ嬉しい、同じ人間なんだっていう気持ちが。同じ人間大好きですね。ちょっとせっかくなので実際に目の前でバイオリンを弾いていただくことってお願いしちゃっても大丈夫だったりしますか。はい、ぜひ。あ、やったー、嬉しい。いいんですか。はい、ぜひお願いします。はい、いきます。はい。なんですけれども、ハンガリー舞曲っていう舞曲があって、その第5番をチラッと演奏しました。かっこいい。なんかこうちょっと弾いてみてくださいよでここまで弾けるすごすぎる。ちょっとわがままなんですけど、はい、私ちょっと某アニメの影響でマッハの G 戦場のアリアっていう曲がすごく好きで、あれが結構バイオリンの曲っていう風に聞いていて、聞かせていただくいてもいい、良かったりしますか。もちろんです。うわー、嬉しいすぎる。実践上のアリアです。実践上のアリアです。
てる作品なので、うん、音楽の力ってすごいですね。さっきとテイストも違う。そうそう、本当になんか恥ずかしいです、ちょっとごめんなさい、インタビューがちょっと気持ちを切り替えて、いやでも本当に貴重な音楽ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。ちょっとすいません、泣いちゃったんですけどちょっと気を取り直してちょっと今回のアニメを楽しみにしてくださってる、この動画を見ている視聴者の方に一言ちょっとコメントいただけないでしょうか。はい、私もこの作品をまだ全然存じていないんですけれども、こう演奏してみてとてもキラキラしたような曲だなっていうふうにとても思っておりまして、すごく楽しみにしております。ぜひとても空気のある壮大なサウンドになっていると思うので楽しみにしていてください。